はい、こんにちは、天野さん。FX の相場解説の方も、そろそろね、言わなくてはいけないことがあるかなと思いますけども、線なんですよ。この、まあ、例えばね、この線が、ちょっと太すぎるのと、あとね、やっぱりこう、フリーハンドだとガタガタしちゃいますんで、通常これを人に説明するとき、こういう線の引き方ないかなと思います。こういうふうに直線を引いた方がいいと思います。で、この M にしても、こういうふうに引けるんではないかと思いますけども、フリーハンドにやっぱこう、こだわる理由っていうのがもしあったら、お聞かせ願いたい。なんか気持ちがあるかと思いますんで、フリーハンドの方が、なんかわざとね、初心者っぽくていいんだみたいになると思いますけども。でもまあ、初心者の人から教わろうって人はあまりいないんで、まあ、あまりこうピシッと書いた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、私の相場解説の図なんですけども、私も大したものを使ってない。ペイントソフトですからね、本当に。で、黒で横線引くとき、こう、まっすぐだから分かりやすいと思うんですよ。で、丸を書くときもフリーハンドじゃなくて、図形で丸書いてますし、こうやった方が、つかみやすいんではないかなと思うんですよ。ああ、これね、N を書くのかな？ちょっとまあ、相場解説は別に今回のテーマじゃないんで、あれですけども、こういうふうにまっすぐ書いた方がいいんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか？なんかね、事情があってそれをしてるのかもしれませんけども、ただただこれは、見えにくいというか、解説と連動しにくいかなと思うんですよ。矢印も、やっぱり、なんて言いますかね。こういうふうに書いた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、意味わかりますよ、これ。意味はわかるんですけども、受け手の感覚として、あまり綺麗じゃないなとかね。なんか、自信なさげだなとかになっちゃって。やっぱ FX で勝つためにみんなやりますから、この人に教わっても、この人の動画見ても勝てそうにないなって思わせたらアウトなんですよ。だから極端な話、とってもいいペイントツールを使ってかっこよく見せると、それだけで説得力あるんですよ。でも、例えば中村トレーダーがね、これを使って、この太い線でやっても、多分ね、信用してくださる方はあんまりないんじゃないかなと思っちゃいますね。はい。まとめて申し上げますけども、フリーハンドは私はお勧めしないかなと思います。相場解説で、このね、スマホの画面でフリーハンドっていうダブルパンチは、多分天野さんだけなんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、自分だけしかやってないってものを売りにしていくんだったらそれはいいんですけども、結果として、この動画解説で、視聴者数とかチャンネル登録者数が増えてないっていう現実を目の当たりにして、それじゃいけないと思うんだったら、まあ、図はデザインするように綺麗にやった方がいいんじゃないかなと思いますよね。だから、いろんな手法がありますけども、結局、ダブルトップにしても、トリプルボトムにしても、綺麗に、補助線を引くから説得力あるんですけども、太い線でガタガタっと引くとね、あんまり説得力ないんではないかなって気がするんですけどもね。いかがでしょうか？それでは本日はこんなとこかな。はい、ありがとうございます。